か。どうせ今頃あの世でも気ままにデコトラ乗り回してんだろうけどよ。ったく、いい気なもんだよ。弁を作ってまずい飯なんて食う気分じゃねえんだよ。危ねえだろって。うるせえ。そんなダセえトラックが起きると誰かに見られたらどうするんだよ。この部屋勝手に入ってくんじゃねえよ。不要不急の暴れしいさ。何もかも中途半端だ。おい先生、親父は頼むぞ。やっぱ無理です今からじゃ。そんなもんやってみなきゃ分かんねえよ。私は子供の頃からこいつの助手席に乗ってるんだ。知らねえ道なんかねえよ。しっかり捕まってろよ。はい。